弾がヒット。このまま私の手のひらで踊らせて。あまり奴を軽く見ないことだな。見た通りの単純バカじゃないか。違うな、奴はただのバカじゃない。想像を超える大バカ野郎だ。舐めてかかると痛いのを見つ。イーくしゃ。次回破壊の塔、誰が何と言おうと俺は反兵を信じる。ほーら、やっぱりバカだ。美しいものをより美しい私が破壊する。ああ、なんて美しいんでしょう。何時、全てを破壊せよ。それが天が与えた俺様の使命。あの、帰っていいですか。ダメ。さあバトルだ。ああ、ヒット。次回、天使と悪魔とプリンセス。でも最後に笑うのはあたし。父ちゃんの手紙通り、鍛え鍛えとやってきたけど、耐えきたって感じ。サブすぎ、凍りつきますね。きっとここに何か手がかりがあるんだ。だからってトラップだらけの洞窟に入ることないでしょ。虎穴にいらずんば孤児を得ずです。意味わかんねえけどかっこいいこと言うじゃん。バーザ、次回ダークリザードの尻尾、トラップなんかぶっ飛ばしてやる。コド、なんでお前がここに。ここは俺の過去が眠る場所だ。貴様が土足で踏み込んでいいところではない。され。え、土足厳禁なの。バカも立ち入り禁止だ。ムッキー、俺はバカじゃねえ。ならば美しく砕け散るがいい。次回消えた炎。うわー、俺のイフリートが。形あるものはいずれ壊れる。いつまで泣いているつもりだ。うるせえ、お前は誰だ。天知る地知るなめこ汁、人呼んでジャスティス仮面。え、誰それ。このビーダマンを使いこなしてみろ。次回炎の再会。このビーダマン初めて使う気がしねえぜ。父ちゃんがまた行方不明になっちゃったよ。もらうの忘れちゃった。そんなこと言ってる場合かよ。今すぐ地獄谷へ行くんだ。ちょっとコンタとチューベイはどうすんのよ。え、あー、そっちを忘れてた。やれやれ、待ってろ。コンタ、チューベイ、今すぐ行くからな。次回ぶち抜け爆風の壁、うなれジャスティスイフリート。ブリッツガルーダ、辛い時も悲しい時もお前とはいつも一緒だよ。ぬか、ビーダマンへの行き過ぎた愛情バカじゃねえの。破壊しか知らないお前には永遠にわからないさ。破壊は芸術だ。さあ、貴様のビーダマンを自分で壊すんだ。サムナイト、そう、卑怯者。コンタ君、これを使うんだ。え、これは。次回地獄谷のコンタ、吠えろ僕のガルーダ。父ちゃん、7つのビーダマンの秘密を教えてよ。よし、教えよう。それは愛、力、友情、勇気、美しさ、清らかさ、ぬくもり、そして優しさ。そうか、そうなのか。って父ちゃん、8つあるよ。今のは私の好きな女性のタイプだ。なんだよそれ。次回、巨大な悪の影、エビちゃんみたいな奥さん募集中。ぬはー。人殿、お父上がまた北へ行けと申しておったぞ。よし、こうなったらどこまでも北に行ってやる。どこまでも北に行ったらいずれ南に行ってしまうでござる。え、なんで。地球は丸いからでござる。確かにそうだな。だったら今すぐ引き返そう。どうしてでござるか。バカだな、南に行ったら最後には北になるじゃないか。なるほど、さすがヒット殿、賢いでござるな。次回流氷原を打ち破れ。俺たちに新しい友情が誕生するぞ。それってどこの情報。城下町の道場で聞いたんだ。大丈夫、今日のヒットちょっと異常よ。感情は上場、現状は正常だよ。その新しい仲間の素性は。頑丈で強情で純情なやつだよ。冗談はやめて、名前はなんて言うのよ。次回二人のジェン、それも運命。名前はカイリー、忘れたじゃん。